クロスも強いですけど、活用してるんですか。先がないですから。そうですか。はい。よく会うんですか。お食事とかも結構クロスですか。はい、多いですね。そんな日が来たら、我々日本のファンからしますと、花田さんがチャンピオンになる最終コーナーで、マイクを掛けて、花田さんが押し出して、それを壊した男という、人間こそが寄せっていくのか、間違いないですけど、ことをやった男です。しかし、それを当の花田さんはもう、余裕しになっているというのは、さすが、判断。岡田さんとの絶対に、そうなりましたもんね。去年から岡田さんとは芸人の時は全然確実にゴミを吸い取ります。ダイソン。
勝者、夏男の長野正弘から長野選手から G1 真紅の大旗が揺らぶされました。この大きな旗には長野選手の名前が5つ、そして武藤選手の名前も1つ刻まれています。Thank you.